さて、七尾市の能登島には野生のイルカが住み着いています。20年以上続くイルカの見学ツアーを再開させようと地道な観察活動を行う様子を取材しました。おはよう、来たよ、ここにおるよ、マシャマシャ、ご機嫌やね。ご機嫌ですか？ご機嫌、ご機嫌。ここ、来たよ。また船に乗っていくからね。待っとってね。イルカに声をかけるのは坂下さとみさん。船からイルカを見学するツアーの会社の代表で、孫の蒼太さんは船長を務めています。地震の影響でツアーの再開の見通しは立っていません。イルカが見えるポイントを確認する坂下さん。海岸沿いは大きな変化が起きていました。ああ、ちょっと様変わりしたね。ちょっと様変わりしたね、ここ。本当は地震前は、はい、もう全部この水面あったんですけども、今全部もう隆起しとるので。海じゃなくなっとるもん。うん、びっくりした。七尾湾には野生の南半島イルカが17頭の群れで暮らしています。坂下さんは七尾市の能登島を拠点に2005年からツアーを始め、コロナ禍前は年間4000人近くの参加者がいました。こんな感じでサナミ、渚ガーデンとか。現在17頭のイルカすべてが無事なのかもわからない中、毎日イルカの観察を欠かさず手帳に書き込んでいます。客からの言葉に再起に向けて頑張ろうと思えるようになりました。やめないでください。必ず来ますから。でも私はもうこんなめちゃくちゃになったのと、みんな嫌いになったんじゃないかなって逆に思ったんです。こんなめちゃくちゃに、道路だって港だってめちゃくちゃになって、こんな能登半島なんて大嫌いって思ったんかなと思ったんやけども、逆にこの場所を忘れてないんですよ。能登は美しいところやから、必ず来るから待っててねって。私もう全部置こうかな、もうやめようかなって思った時に、一行のそのメッセージでなんか励まされてやるしかないかなと思って。ツアーの再開を待ってくれる人のため、明日も地道にイルカの観察を続けます。